そこで、まあ、総理と議論する前に、ちょっとあのテレビ見ておられる方に、少し考えあの定義の説明をしておきたいと思いますが、まあ、1あ4000キロっていうのは、高規格幹線道路ネットワーク、これは4000層で、えー、1987年、昭和62年6月に閣議決定されたものであります。でこの内訳は実は2つありまして、えー、高速自動車国道と一般国道、自動車専用道路、えー、高速自動車国道の予定路線。 これは同じく1987年、国間道法で決められておりまして、1万1520キロ、これに一般国道自動車専用道路の2480キロを足すと、まあ、1万4000キロになると、まあ、こういうことであります。ただし、この1万1520キロの予定路線のうち、整備計画に乗っかっているものは9342キロ、まあ、こういうことになっているわけであります。1万とというのはこのはこ予定路線と 一般国土自動車専用道路を足したものが1万4000、えー、高規格幹線道路ネットワークということで、4000層で定義されたと、まあ、こういうことでありますので、まあ、このことをまず申し上げた上でです、ね、えで、ー、総理に少しお話したいと思いますが、まずあの道路公団民営化の議論というのが小泉総理の時代にございました。でそののとにですすねなぜ道路公団を民営化るる必要があるのかという議論を私も 小泉総理と随分いたしましたが、そのときの小泉総理の答弁は極めて明確で、いやあ、無駄な道路を作らないためであると、道路公団を民営化すれば、あちょっとっ道路公団を民営化すれば、ですね、えー、無駄な道路を作らなかった、つまり採算に合わない道路は作らないんだと、だから民営化するんだと、まあ、こういうふうに総理はおっしゃったわけであります。でまあ、そのことについて、えー ちょっと今のやつを出してください、はい、実はこれはあ、民営化が決まった後小泉総理と議論をいたしました。で、この1万4000、万四千キロっていうのは、まあ、つまり1万1520キロのことですから、先ほど言いましたように、えー、この1万1520キロについて、総理はですね、この道路公団で1万1520キロまで、 道路交換で作っていくと、みんなそれを当然していたいとで、それをストップしたんだと、自分は。これはいかに大きな無駄な部分を作るる、いかに大きなことかと、無駄な部分を作るということが避けられたと、まあ、こういうふうに、小泉総理は単価を切られたわけですね。で、私は、それじゃあ、すでにもう決まっている9342キロの整備計画以外はすべて白紙、そういうことで確認させていただいてよろしいんですねというふうに申し上げました。 小泉総理はそれ、白紙でありますと、これは大きいでしょうと、こういうのは道路横断、民営化をやったから言えるんですよと、<ー>まあこういうふうに断言をされたわけであります、これは平成18年3月2日の予算委員会であります。で時の総理はこれだけです、ね、白紙だと言われたことが、まあ、この1万1520キロ、つまり今で言う1万4000キロですよ、1万4000キロが、いつの間に生き返ったんですか、総理。 誰がそういう判断をしたんですか総理大臣が国会で約束されたことは簡単に変わっていいんですかいかがですか、総理。総理。冬島国土交通大臣。国土交通大臣が総理大臣の全議を引き返すことはできないんですよ。だから総理に聞いてるんです。総理に聞いてるんです。まず、冬島国土交通大臣あ、はい。あの、その整備計画、9342というのはですね、15年、 平成ですよ。平成15年12月に、えー、日本道路公団を民営化して、えー、するというときの議論のときに、整備計画、いわゆる整備命令が出ていた分でございます。したがって、そのうち7343キロは、もう完成して、道路共用されてたんです、その段階で。したがってね、あと千八百いや、1999キロについて、どうするのか。 あとそのまま作っていいのか、それは道路公団であの有料道路として会社が運営できるのかということの判断をしたわけです。し従いましてね、その結果です。その結果、あまあ、岡田さんも知っているように、走行距離に対してですね、えー、このかかった費用が BYC で、えー、コストはそのベネフィットに見合うのかどうかという検討を全部したんですね。その結果ですよ。 その結果、千百七十七キロについては、ああ、採算が合う。要するに、それだけで、BYC は合うけれどもですね、それだけ高い値段を払ってですね、焼却なかなかできないということからですね、千百七十七キロについては、こ道路公団、すなわち、その後のお、道路会社で作るという。有料道路として作る。しかしながらですね、残りの、は、あのー、二千、 えー、480キロですね、2408、一番下に書いてあるところは、ですねこれはあーこのーその通りに作っていくということで決まってたわけです、従いましてね、えー、このそこで言われた、それは白紙ですというのは、1万4000キロからそれを引いた部分はね、なるほど、計画はあります。 しかしながらそれを作るかどうかということはあ、いわゆる国間会議の議を経てですね、それぞれその年その年で決めていくわけです。その後も決めてますよ。したがってそれには、ああの民主党からもちゃんと代表が入ってらっしゃるじゃないですか。岡田克也君。まあいろいろ答弁されますが、総理は、当時の小泉総理は、この1万4000キロに相当する1万1520キロについて、これは白紙であると言われたんですよ。 白紙であると言われたことが、いつの間にか、それは BYC で何か国土交通省が計算したかもしれませんが、それだけで生き返るんですか総理の言葉ってそんなに軽いんですか<田>一国の指導者の発言ってそんなに国会で、その場しのぎでやって、時間を空けたら変わるんですか副総理、いかがですか福島国土交通大臣。簡のに答を、私の,の意見を聞いてるんですか。 聞いてませんから聞いてませんから,から聞いてませんく全く聞いてません総理いやいや総理答えなさいよ白紙総理ちょっと待って総理総理,総理内閣総理大臣福田康君別に逃げてませんよ <laughs> あの、国土交通大臣がいますのですからね、あの、正確なある答弁も、私よりもうまくできんじゃないかと思っております。あの、小泉総理はですね、当時の整備計画区間の9342キロを超える区間については白紙である、全部見直すと言っておられましたけど、こういう答弁されたと。まあ、これはあの承知いたしております。しかし、これはですね、9342キロを超える区間の全てを当然に整備するということでなくて、 採算が取れる区間か、地域で負担できる区間かなどをよく考えなければならないという趣旨で答弁されたものであります。えー、本当に必要な道路は整備しなければならないという答弁もされておられます。あのー、そ,その1万4000の高規格幹線道路についてはです、ね、今、あのー、国土交通大臣から答弁しましたように、今般の中期計画においてすべての区間を整備すると決定したものではありません。えー、各区間を整備するか否か否は 事業着手に先立って行う事業評価の結果により、判定を判断をするということになっております。また、あの、その今、今回の未供用、未供用区間について点検を行ったところでありますけれども。九千三百四十二キロを超えて、高速自動車国道の事業着手を行うかどうかは。 ああ先ほども答弁したとおり、改めて客観的かつ厳格な事業評価を行うとともに、民主党の皆さんも委員となっておられる国土幹線自動車建設会議、国間会議の議を経て決定するものでございます岡田克也君。総理ですね、ここは本当によく考えていただきたいんですよ。つまり、20年の歳月の思いということです。このの層を作った時の 想定した日本と、今想定される日本と、かなり違うんですね、例えばですね、2050年の数字について、4000層の前提としている2050年の人口、ご存知ですか、これは厚生省の人口問題研究所が当時出したものですけれども、1億2800万人です、2050年ね。 今の同じ人口問題、研究所も出している2050年の数字はご存じですかこれは私はかなり甘い推計だと思いますが、注意推計で9500万人です。つまり、1億2800万人と想定した人口が2050年のですね、それが9500万になっている、まあ。ほぼ4分の1減っているわけですよ。それから、65歳以上の人口の割合は、これも4 0層では25.53%、2050年の。 想定ですね、25.53%、それが現時点では39.6%、もうこれも全然違うわけですよ、まあ、これだけね、前提が変わってるわけです。そしてもう一つ言います、国の借金はどうですか、20年前の国の借金は238兆円ですよ、対 GDP 比で66%。 今は778兆円、対 GDP147.6% ですよ。これだけ20年前に想定した人口から見て、人口が減り、そして借金がこれだけ増えて、それで1万4000円だけはそのまま何が何でもやっていくっていう、こんなおかしな国ありますかそれで本当に次の世代に対して責任を果たしてと言えるんですか 内閣総理大臣、北谷君、えー、確かにです、ねえー、人口も急速に減る見通しがあると、まあ、いうこともございます、まあ、そういうことは当然考えなければいけない、そしてまた国の借金も多い、これもそうです、ですから、そういうようなあの状況変化というものはよくわきまえて、その上で計画を作るということなんですけれども、じゃあ、だからといってです、ねえー、人口が減るから地方道路はいらないのかと。 地方の活性化を図らなくてもいいのかどうか、地方の経済どうなるか、国土の発展ということを考えた場合にです、ね、またあの地域の発展もそうですけれども、例えば森林地帯をどうするかとか、そういう自然を守るのにどうしたらいいか、いろんなことを考えた上でです、ね、判断すべき問題であって、ただ単にです、ね、人口が減るからとか、いったようなことだけでは、 私は結論でないいい問題だというふうに思いますそしてまたの人口のことでございますけれどもね、今般の中期計画の諏訪の作成に際して行った点検におきましては、平成15年の道路公団民営化事と同様の評価手法により行ったものでありますけどこの作業にはですね、平成14年に国立社会保障人口問題研究所が推計した将来人口をもとに推計された、 将来交通需要を用いておりまして、我が国人口が2006年にピークを迎え、その後は減少していくという、こういう傾向というものは織り込んでいるんであります。でさらに、各区間の事業着手に先立っては、改めて事業評価を行うことといたしておりますけれども、その際には、その時点で活用可能なデータに基づいて、作業をこれからもしてまい岡田克也君。まああの で分析している確か基準値は2030年だったと思いますね、だからそれ以降、また減っていくんですよ。で、あんまり作りすぎると、これ維持費だけで大変ですよ、もうそれだけで国の歳出構造が好調化してしまいますよ、ほかの社会保障とか、介、ね、護とか、高齢者医療とか、子育て支援とか、農業とか、さまざまなものにお金が回らなくなりますよ、だから20年前の先ほど言いましたような、その前提に立って、 やっているそれが変わっていないということの異常さをね、よく考えていただきたいんです。それはね、BYC 分析って、あの国土交通省、やられて、その1万4000キロについてね、全部1以上であるという結論出されましたよ。しかし、前提の置き方でいくらでも変わるんであってね、例えば原油価格がこれだけ上がったら、どうなりますか、車利用する人減るでしょう。また変わってくるんですよ、そうすると。ですからもう一回これはきちんと見直して、1万4000キロ、本当に。 作るのか、作らないのか、それはなかなかつらい作業ですよ、一回ね、これだけやりますって言って、アナウンスしたものを、いや、実は違いましたっていうことは、それぞれ地元を抱えるものとして、つらいことではありますけれども、しかしやはり将来の日本のことを考えたら、一万四千キロ当然の前提にする、まあ、そんな馬鹿げた前提で、私は議論すべきじゃないと思いますが、もう一度総理のご意見、聞きたい,と思います福田内閣総理大臣。 あの私はです、ね、あの20年前の計画と、まあ、こういうふうにおっしゃるけれども、まあ、道路建設というのは時間がかかるんですよね長,く長い時間がかかってやっと出来上がるというそういう性格のものでございますからやはりその計画として長期的な計画を持つというのは当然だと思います。そううでなければ本当に関係者は困ってしまうと。 いうことになりますし、また道路ができるかできないかで、その地方がですね。発展するかしないかということにも関係してくるわけでしょう。ですから、そういうことも含めて考えて、そしてあの先ほど来あのご説明申し上げていると思います。けれども、これはあの何もこれでもって全てやります。というふうに言っているわけではないんですね、えー、見直しは当然あるわけでありますし。そして、そういう時には社会情勢、その他の状況を判断して。 決定していくと、毎年決定していくということでございますから、そういうように、あのやはり、まあ、全体を考えて、また地方のこと、地方の発展のこととか、そういうことも含めて考えていかなければいけないということをあの強調させていただきたいと思います岡田克也君、まあ小泉総理の時代に一旦消えたね、1万4000という数字が当然のように生返ってくるから、私は申し上げてるわけですよ。